はい、こんにちは。では数学の授業を始めるよ。今回ね、志村先生来てもらってます。はい、こんにちは。よろしくお願いします。今回もね、三平方の定理の応用問題ということで、またね、難しい問題ね、何問かやるからしっかりとね、解いていこうね。じゃあ初めの問題から。次の図のように直方体の周りに E から G まで紐をかけた。紐の長さが最小となるとき、その長さを求めよう。ただし、AB が6センチ、AD が5センチ、AE が8センチとするということで、まずね、長さを図に書き込もう。AB が6センチ、AB、ここだな。これが6。それから AD が5センチ。そして AE が8センチ。いいかな。問題文中にね、こういうのが書いてあったら全部図に書き込んでね。で、今回の問題、まず問題の意味は理解できたかな。E から G まで紐をかける。で、上を通ってこういう形で紐をかけると。その時に紐の長さが最初になるようにした時、紐の長さは何センチかっていうことなんだけど、ポイントがあって、こういう言葉が出た時、最小となる時、これ結構ポイントなんだけど、紐をかけて紐の長さが最小になる時っていう問題ね、よく出るんだよ。で、その場合はもう必ずこういうこと。最小となる時なんて問題が出たら、必ずと言っていいほど展開図。展開図を書いてみる。で、さらに最小っていうことは、つまり、下に書こうかな、直線、展開図を書くこと、そして直線になること、この2点がポイントになる。いいかな。というのは何でかって言ったら、例えばある点からある点までの距離で最小になるのはどんな長さかって言った時に、こういうガタガタな道じゃないでしょ。最小になるっていうのは必ず直線なんだよ。わかるよね。だから最小っていう言葉が書いてあったら必ず直線になるというふうにね、覚えておいていいかな。これがね、まず第一のポイント、これはしっかり覚えておいてね。じゃあこの場合、まず展開図を書こう。で、展開図を書くときも注意が必要なんだけど、直線になるように書かなきゃいけないからね、それを意識しながら書こう。じゃあね、この問題どういうふうに書くかって言ったら、まあ直方体の展開図っていうのは結構ね、いろんな書き方があると思うんだけど、まあ上はどこでもいいんだけど、こういうね、直方体の展開図で E から始まるんだから、ここのね、 AEFB、 この面を一番左に持っていこう。だから AEFB、 こういうふうにね、展開図に、頂点のね、アルファベットを書いていく。 AEFB で、ちょっと待ってね、 AEFB、 あ、違う、ごめんね、ちょっと待ってね、ここちょっと順番が違う。ここを一番端に持っていくから、ここ EF、 こっちが EF だ。で、 E の向こうが A で、 F の向こうが B だね。こういう感じね、 AEFB、 同じ面なんだけどこういう形で書く。で、 AB の向こうが、 A の向こうが D で、 で、 B の向こうが C で、さらにその次、D の向こうは H、 要はこう回ってるからね、 D の向こうは H で、C の向こうは G かで、最後がまた F と E に戻ってくるみたいな感じね。まあここはまあ、書いてもいいけど、まあここ B で A で E で F だね、
書いてもいいけど、まあまあ省略してもいいかな。で、こういうふうに展開図を持ってきて、E 点から、E 点ね、ここから AB の間を通って、さらに BC の間を通って、で、最終的に G 点まで行く。展開図書いて曲線で結ぶ。だから、こういう形ね。わかるよね。で、今書いた直線の長さを出せばいい。あとは三平方の定理出せるよね。いいかな。じゃあ、ここまでもう言ったんだから、あとは自分で解けるよね。じゃあね、映像を一旦停止してね、自分で解き終えてからもう一回再生してね。では、スタート。はい、できたかな。じゃあね、長さ出していこう。その前にね、まず、長さ書いていこうか。AE の長さが3センチ、あ、8センチって書いてるんだから、ここ8。それから、AD の長さは5センチだから、ここ5。そして、あと知りたいのが、DH の長さ。DH の長さは、ここと一緒だから、8。ここ8。さらにあと知りたいのが EF の長さ。EF はここと一緒だから6だな。ここ長さ何個、うん、そしてあとはこの直角三角形で三平方の定理をすればいい。ここ6でこっちが8たす5たす8だよね。いいかな。じゃあ、式書くね。6の2乗足す、ちょっとカッコするね。8足す5足す8の2乗。ここの2乗足す、ここの2乗は斜辺の2乗になるから、斜辺を出すには、これをルートで囲めばいい。いいよね。じゃあ計算しようか。6の2乗36足す。8たす5たす8はいくつかって言ったら、21か。21。21の2乗って何個だ？わからない。ちょっと計算してみようか。21の2乗。ちょっと端で計算するね。21の2乗っていうのは、441だよね。いいよね。だから、これ441。計算するとルートの中は36たす441だから477になる。477ね。で、477って何で割れる？例えば、ちょっと計算するね。3で割れる。まあ、9でも割れるか。一応3で割ろうか。3で割ると、3、1が3。で、17だから355。で、327。で、もう一回3で割ろう。53。いいかな。だから、これは3ルート53になる。いいよね。ということで、答え。3ルート53センチメートル。これが答えになる。こういうふうにやるからね。だからね、ポイントこれ覚えといてね。最小となるときって書いてあったら展開図を書いて直線で結ぶ。いいかな。じゃあ次行こう。じゃあね、次の問題読むね。次の図のように母線の長さが 12cm、 図の中に書き込むね。母線の長さ、母線ってここね。ここが 12cm。 それから底面の半径が 4cm。 まあ、中心がここにあるとしたら、底面の半径、つまりこの長さが 4cm の円錐の側面上を回るように A からぐるって裏を回ってね、 A まで紐をかけた。紐の長さが最小となるときその長さを求めよう。だからここで気づくよね。さっき言った通り、最小となるように、最小となるときって書いてあったら何だったっけ。ポイント覚えてる？今言ったから覚えてるよね。もう一回見れば。最小となるときって書いてあったら必ず展開図を書くこと。そ
そして直線で結ぶこと、この2点なんだよ。だからこれもまず展開図を書こう。で、展開図なんだけど、円錐の展開図、分かるかな。円錐の展開図といったらこういうね扇形を書いて、で底面がある、こういったものが円錐の展開図で、 A 点から A 点までだから端から端までみたいな感じね。で線で結ぶ、直線だよね。展開図を書いて直線で結ぶ、それがね最初の問題のポイントね。じゃあこっからここまでの長さどうやって出すってことだ。まず母線の長さが12だから、ここ12だよと。で半径が4、ポイントがここ、角度、中心角、どうやって出すか覚えてる？いけるかな。じゃあね、ここまで書いたからね、この長さちょっと各自出していこうか。じゃあね、映像一旦停止して始めてください。はい、いいかな。じゃあね、中心角からなんだけど、中心角の出し方って覚えてる？まあ一つはね、やり方はこの円周をまず出す、それからこの円周と同じ長さがここだから、半径12センチの円周のうちの何分の何かなっていうふうに出したら、まあ出せるよね。ただね、前一回言ったと思うんだけど、これを覚えていたらすぐ出せる。何かって言ったら、母線の長さ分の底面の半径、母線の長さ分の底面の半径かける360度、これが中心角になるからね。これを知ってたらこの中心角なんてすぐ出せる。なんでかって言ったら、当てはめたら12分の4の360度だから120度でパッと計算で出せるんだよね。ということはね、ここ中心角120度だ。12センチ、もちろんこちらも12センチで、中心角120度の時のこの線の長さでどうやって出すかなんだけど、ここね、割ったらどうなるってことだ。120度を真っ二つに割ったらここ何度だ、わかるよね。半分だから60度だ。じゃあ60度、90度だとあと1個何度、豊島先生ここ何度なる？30度だよね。だからこれって直角三角形、特別な直角三角形だよ。三角定規にある、三角定規にあるこの三角定規って、前辺の比言ったよね、覚えてるかな。だから1対斜辺が2、1対2対ルート3になるんだよね、覚えてるよね。で、それの2が12センチなんだから、ルート3は何センチかって出せるよね。いいかな。じゃあ、どうしようかな。12対、ここ何か X とかにしとこうか。ここを長さ、仮に X にしよう。12対 X は2対ルート3だ。だから、内側の積 2x イコール12ルート3、外側積ね。x は6ルート3になる。ここね、6ルート3。いいよね。すると、この赤い線はって言ったら6ルート3の2倍だよね。だから12ルート3。赤い線ね。答えは12ルート3。センチメートルかな。という形で出せる。いいよね。だからね、ポイントね、最初たれるときって書いてあったら、展開図書いて直線で結ぶね。もういいかな。じゃあ、次の問題いくね。では、次の問題。問題読むね。次の図は 1.6 センチメートルの立方体で、辺上の点はその辺の中点である。まあ、こちら辺上の点ないんだけど、カッコの2番みたいにね、こことかここね、これは中点、要はど真ん中の点であると。線上に聞いたときの切り口の面積を求めよう。よくある問題だよね。でまずね、カッコ1番の問題からなんだけど、これ切り口で切ったら、
まあ、大体想像はつくと思うんだけど、これ正三角形になるんだよね。で、なんでかって分かるよね。例えば、左側のこの線は、この、なんだっけね、1.6 センチの正方形の対角線だよね。で、上も 1.6 センチの正方形の対角線。さらにこちらも 1.6 センチの正方形の対角線。だから、全部長さが等しいから正三角形だ。だからね、正三角形であって、一辺の長さをまず出すんだよ。どうやって出すか分かるよね。ここ6センチなんだから、6センチ、6センチの直角二等辺三角形だよ。直角二等辺三角形の斜辺を出せばいいんだから、ここいけるよね。で、これがいけたら、次に出すのが高さ。これもいけるよね。だって正三角形ってここ絶対60度だ。いけるよね。この長さを出して、高さを出して、で、あとね、最後面積出そう。いいかな。ちなみに、カッコの2番、もうちょっとややこしいんだけど、この場合ね、台形になる。だから、これも同じように、台形をまず書いてみて、で、一個一個出していこう。上底は何センチかな、下底は何センチかな、高さは何センチかなって一個一個出していこう。いいかな。これもね、同じように高さは、直角三角形作ったらいけるからね。じゃあ、カッコ1番とカッコの2番の問題。ちょっとね、難しいかもしれないけど、頑張っていこう。ではね、映像一旦停止始めてください。はい、いいかな。じゃあまずね、カッコの1番の問題からいこう。じゃあカッコの1番、まず初め出すのは正三角形の一辺だ。正三角形の一辺だけど、分かるよね。6センチの正方形があって、ここね、6センチの正方形があって、その対角線だから、まあね、三平方の定理使ってもいいし、1対1対ルート2っていう形でね、やってもいい。まあ、1対1対ルート2だから、6ルート2だよね。だから、三角形、正三角形の一辺は6ルート2になる。ここまではいいかな、うん。で、こちらの長さも正三角形だから6ルート2。ちなみに、ここ半分は3ルート2だよね。ここはいいよね。じゃあ、高さは何分だ？いけるかな。これは3ルート2。じゃあ高さはどうだったっけ。1対2対ルート3だよね。だからこの高さというのは1対2対ルート3だから、3ルート2かけるルート3だ。わかるよね。1対ルート3だから、1対ルート3だから、これかけるルート3をしたらいい。だから3ルート6、これが高さになる。ということで、正三角形の面積、底辺6ルート2かける高さ3ルート6の2分の1、これが正三角形の面積になる。計算しようか。2分の1だから、サザンが9、9ルート12。で、ルート12というのは、2が外出せるから、肉18。18ルート、4で割ると3だね。ということで、答え、18ルート3。で、単位は平方センチメートル。これが答えになる。ここまでいいかな。じゃあ次ね、カッコの2番、台形。こっちの方がね、ちょっと難しいんだけど、どっか行こうかな。まずね、下底、これは分かるよね。これさっきと同じだ。これと同じだ。ここね。一つの面の対角線だから、これと一緒で。だから、6ルート2だ。ということで、一個一個書いていこうか。下底は6ルート2。ここまでいいかな。じゃあね、次出すのどれにしようかな。じゃあ次ね、ここの斜めの長さ出そうか。斜めの長さ。
斜めの長さっていうのはここ中点だから、つまりこういうことだ、ここの縦が6センチで、ここ中点だから3センチの対角線になるから、だからここの斜めの長さを出すにはどうしたらいいかといったら、3の2乗と6の2乗を足してルートで囲めばいい。だから、9たす6、6、36、ルート45か。3ルート5。だから斜めの長さは3ルート5になる。ここまでいいかな。ちなみにこっちの斜めも同じだからね。これも3ルート5だからね。全く同じ。じゃあね、あとは高さとここの長さだよね。ここの長さというのはこれ。だからこれは、両方とも中点だから、どうしようかな。ちょうどこれ4つに分けた分の、上の面をちょうど4つに分けたところの対角線だ。だからつまり図で言ったらどんな感じになるかって言ったら、中点だからこれ3センチ3センチだよね、ちょうど真ん中だから33に分けたところのこういう感じかな。この斜めの線を出せばいい。これもね、1対1対ルート2だから、ここの長さは3ルート2になる。ここもいいかな。ここの横の長さが6ルート2で、これ3ルート2だよね。ちなみにこうなるとここが3ルート2になる。これ3ルート2ということは、ここの長さ何度ということだよね。じゃあまずね、6ルート2から3ルート2を引こう。6ルート2から3ルート2を引いて、引いたらこれ足すこれだよね。それを2で割るとここ出るよね。いいよね。6ルート2から3ルート2を引いて2で割るとこれ1個出るよね。これ引くこれが、6引く3だから3ルート2。3ルート2の2分の1だから2分の3ルート2だ。いいかな。それがここの長さ。ちょっと書けない、ちょっとこっち書くね。2分の3ルート2がここの長さ。じゃあ高さはって言ったら、三平方の定理で出せる。まずここ斜辺が3ルート5だから、3ルート5の2乗から今出した2分の3ルート2の2乗押して、それをルートで囲めば高さが出せる。かなり計算はややこしいけどね。ちょっと計算していこうか。まず3ルート5の2乗がいくつかって言ったら、ちょっと上にあるね、サザンが9545、要はルート45だから2乗したら45引く、これ2乗したら何個だ。まずどうしようかな、こう書こうか。2分の3ルート2っていうのは、サザンが28、ルート18だから、要は2分のルート18ってことだ。それを2乗すると、分母2乗すると4だよね。分子2乗するとこれ18になる。だから4分の18、4分の18っていうのは、まあ2分の9だから、45から2分の9を引こう。ややこしいね。45から2分の9を引くと2分の、これ2分の90だから81かな。で、それを最後ルートで囲む。こういうことね。するとどうなるかって言ったら、分母がルート2。分子はこれルート81って9だよね。ルート2分の9だ。有理化すると2分の9ルート2になる。ここまでかな。これが高さ。いいよね。高さが2分の9ルート2だ。じゃあ最後、底辺、上底足す下底、
かける高さ割る2で最後ね面積出そう。どうしようかな、ちょっとここ消して上に書こうか。ここ上に書くね。じゃあまず上底が3ルート2足す下底が6ルート2かける高さが2分の9ルート2の半分ということだよね。じゃあこれ計算しよう。まずこれ足すこれが9ルート2で、9ルート2かける9ルート2ってあるんだから、要は9ルート2の2乗だ。9ルート2の2乗って何個だ、これルートで囲めば、九九81だから162かなの2乗だよね。だから要は162になる。162、4分の、ここか、4分の162になるから、約分をすると2分の81ね。ということで切り口の面積、かなり計算大変だったけど、答えは2分の81平方センチメートルになる。いいかな。ちょっとね、一個一個求めるかなり大変だけどね、これが答えだと。じゃあね、次いくね。はい、じゃあね、次の図のように底面の半径が6センチ、図に書き込むと、ここね、底面の半径が6センチで、母線の長さが10センチ、こうね、の円錐に大小2つの円か球ね、球が接している。この時2つの球の中心間の距離を求めよう。まあ中心がこことここだとして、この距離を出せという問題。いいかな。で、これもね、また考えてほしいんだけど、ヒントだけ言っとくね。ヒントを言えば、ちょっと中心、こうね。ヒントを言えば、ここに三角形ができる。これ直角三角形。さらに、接しているってなれば、もうポイントは、要は半径と接線は必ず90度で交わります。これがポイント。こっちも同じ。必ず90度になりますよということ。いいかな。これがヒント。この図を見て、この2点間の距離を出そう。ちょっとこれも難しいよ。じゃあね、映像を一旦停止して始めてください。はい、できたかな。じゃあやっていこうか。まずね、パッと見ね、初めに書いた直角三角形、6と10って分かってるから、だから、まずここの長さ出そう。ここの長さ出そう。ここね。まずここを出そう。じゃあ、ここ出す式をね、10の2乗から6の2乗を引いて、ルートで囲めばいいよね。分かるよね。三平方の定理ね。すると100引く36だから、ルート64だから8ね。ということで、ここの長さがまず8ということが分かる。ここまでいいかな。で、その次なんだけど、これね、実はね、相似でやるの。で、どの三角形が相似かって言ったら、ここの三角形と、ここの三角形、これが相似になる。なんで相似か説明するね。まず一番上の角度、これ共通してるから同じだよね。で、あとね、ここ90度、こっちも90度だよね。だから2組の角が等しいから、これ相似だよということだ。じゃあね、この三角形とのこの三角形が相似ということで、いくつか長さ出せるんだけど、そうだな、仮にだよ、
ここの半径を R として式を立てていこう。いいかな、ここまで。で、ちょっとね、分かりやすいように記号等か。まず一番上を A としよう。ABC にしようか、ここね、三角形。三角形 ABC。で、ここ DE にしようか。うん、こういうふうに記号を打って、相似、三角形 ABC に対する相似はどうなるかっていったら、まず A に対応するのは A だよね。で、B は90度だから E が対応する。AED になる。ここまでいいかな。で、ABC というのは AB が8センチ。で、BC が6センチ。それから AC が10センチになる。でもいいよね。で、AED なんだけど、DE を今 R とした。R ね。うん、で、あとね、AE は分かんない。で、AD。これも分かんないなと。で、ただ、そうだな。ここを R だから、ここ R にしてるから、ここも R だよね。わかるよね、これ。大きな円の両方半径だから、こっち R だから、ここも R だよね。ということは、AD は 8-R だ。わかるかな、ここ。これわかるかな。これ半径同士だから、ここ R だよね。で、AD 割ったら全体が8で R を引いたら AD だよね。だから 8-R だ。これにね、三平方の定理作れるよね。つまり、あ、三平方じゃない。比を作れるよね。8対10は R 対、ちょっと書こうか。あ、じゃあ6対10は R 対8、マイナス R だね。だから、どうしようかな。6対 R はってこういうふうにした方がいいかな。6対 R は10対 8-R だと。で、内側の積と外側の積が等しくなるんだから、内側は 10R。外側は、まあ、6-8-R。で、括弧を外すと 10R イコール48-6R。で、マイナス 6R を左に持っていたらプラス 6R だから、つまり 16R イコール 48。R は3回。ということで、まず大きな球の半径が3ということが分かった。で、全く同じことを小さな球にでもやってみる。で、ちょっとね、小さくて見えないかもしれないんだけど、ここの三角形、ここね、上のね、ここのちっちゃなこの三角形と、今やった三角形 ABC、この相似でちっちゃい三角形の半径を出せる。ちょっとやってみようか。じゃあ、ABCDE って書いたから、ここを F にして、ここを G にしようか。すると、全く同じことするね。三角形 ABC と相似なのは何かって言ったら、まず A は対応してる。で、B は90度に対して対応してるのは G。だから HF になる。で、FG が半径だから、FG をこっち R、まあ、R' にしようか。R' にしよう。うん、すると、FG が R' にして、で、全く同じようにするんだから、ここ。ここも R' だよね、ということ分かるよね。ここ R'。で、今ね、大きな球の半径が3って分かってるんだから、ここ3、3。じゃあ、残りは8-3と3で、8-6で、2っていうのが分かるよね。つまり、ちょっとややこしいけどね、ここからここまでね、この距離が2って分かるかな。今ね、大きい球3、半径3なんだからね、ここからここまで3、さらにここからここも3、上から下までが8だから、8から3と3を引いたら2だよね。
で、ここが R' だから AF 間というのは 2-R' だ。いいよね。で、ABC はさっき言ったように、BC6、AC が10。まあ、使うところに書いたらこれだよね。ということで、これでまた比を書いていこう。6対 R' は10対 2-R'。で、内側の積、要は 10R' は外側の積、6-2-R'。すると、括弧を外すと 10R' イコール 12-6R'。マイナス 6R' は左に行くと 16R' になるから、16R' は12。じゃあ R' は、せっかく島田先生来てもらってください。島田先生、R' はいくつになる？16分の12。だから4で割ると4分の3だね。ということで R' は4分の3。R は3。これで答え分かったよね。今出したいのは中心間の距離。中心間の距離っていうのは、半径、大きな円の半径とちっちゃな円の球のね、半径の合計だよね。分かるよね。半径と半径で中心間の距離が出るから、3たす4分の3だ、答えね。3たす4分の3は、4分の、これ4分の12だから15か。ということで答えは、4分の15センチメートルだね。これが答えだ。ということでね、最後の問題ね、ちょっとね、相似がどれかっていうのが分からなかったらなかなか難しいんだけどね。じゃあね、今日もね、結構たくさん難しい問題やってきたけどね、もう一回ね、見直してできるようになるのね。じゃあ、今日の授業はこれで終わります。